ハリケーン団はアイルランドで生まれ、フランスで調教を受けた競争馬である。2005年に外戦門賞、アイリッシュダービーなどに優勝し、カルティエ賞年度代表馬に選出された。母ホールドーンはドイツ産で、ハリケーン団はその6番子として生まれた。半兄にドイツで G3 に勝ったハイビースカスがいる。一方、父モンジューから見れば初年度産区となる。 二歳シーズンをベルビュー賞一着のみで終えると、翌春には三場審査でフェリエーレ賞、5馬審査でオカール賞と勝ち進み、一番人気でジョッキークルブ賞に出走した。しかし、前走プールでシセデプーランを制し、二番人気に押されていたシャマルダルを仕掛けに手間取ったことも影響し首さ捉えきれずに着に、敗れてしまった。このレースの後に、世界的和手、グループ、 クールモアにトレードされ、安状を、それまでのクリストフスミヨンから、クールモアの主戦騎士キーレンファロンにスイッチして臨んだ、アイリッシュダービーではスコーピオンを半馬審査下し発、G1 制覇を飾る。秋は、まず前哨戦に、エル賞を3馬審査で勝利し、外旋門賞へと向かう。外旋門賞では一番人気は、貧馬のシャワンダに譲ったが、直線で包まれてしまう不利をものともせず、 最内をついて、末足を発揮すると、ウェスターナー以下を一気に2馬審査突き放し優勝した。この勝利が決め手となり、カルティエ少年度代表馬最優秀三歳母馬に選出され、さらに2005年ワールドサラブレットレースホース、ランキングでも世界一となる130ポンドを獲得した。外戦紋章後は、ブリーダーズカップターフへと向かうプランもあったが、 体調を崩したことから回避した。2006年度シーズンは5月28日、ら競馬場のタタソールズゴールドカップから始動する。同馬との対戦と、連日の雨により悪化した馬場が嫌われ、わずか3頭立ての競争となったが、アレクサンダーゴールドランに7馬身の差をつけて勝利した。続く次、次走6月25日サンクルー競馬場でのサンクルー大賞では、 クリストフルメール騎乗の6歳ヒンバプライドにゴール寸前で差し切られ、頭差の2着に敗れたが、その後7月29日に行われた、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスでは、勝負所の最終コーナーでは反応の悪いところを見せたが、そこから鋭く伸びて、エレクトロ級ショニストと日本のハーツクライを差し切って、勝利した。なお、 このレースではイギリスでの騎乗停止処分を受けた主戦、ファロンに代わり、スミヨンがジョッケクルブ賞以来となる手綱を取っている。秋になり、再び安状をファロンに戻してフォア賞へ参戦。同じアンドレファーブル旧社のシロッコとの叩き合いの末に、首差の2着に敗れた。連覇を狙った外戦門賞ではこれも、同級車の3歳マレールリンクが優勝。 ハリケーンランは直線に入る前から手応えが悪く、前が詰まるの不利などもあって4位入線に止まり、後にディープインパクトの失格に伴い3着に繰り上げられたものの、このレースでデビュー以来初めて連帯を外した。続いて出走した10月14日のニューマーケット競馬場でのチャンピオンステークスでは、父門獣の主戦だったマイケル記念を安城に、 先行するが、直線で再びプライドに交わされ、ロブロイにも先着されて3着に敗れた。その後、チャーチルダウンズ競馬場で行われた、ブリーダーズカップターフにスミオン機場で出走したが、1着は、レッドロックスからコバシンハンサの6着に終わっている。このレースをもって引退した。2006年の外線門章は、当初4着だったが、3位入線のディープインパクトの、 失格に伴い三着に繰り上がった。2007年よりはアイルランドのクールモアスタッドで種ボバ入り。初年度の種付け量は3万ユーロ。2013年よりドイツのアマーラント牧場でつなぎようされる。日本では初年度3区の六甲卸が美保の堀井正宏旧社所属で競争場登録されたが一度も走ることなく登録抹消となった。その後、 2011年から2014年まで、レックススタッドで、種ボバとして供養された。2016年12月14日、つなぎ用先の牧場で死亡。ありがとうございます。